天孫降臨などというとおとぎめくが、私の知人の島根県人に言わせると、この時から出雲の屈辱の歴史が始まったと大真面目で言う。どこかで聞いたことのあるセリフである。直木賞作家司馬遼太郎の生きている出雲王朝。出雲の歴史を現代まで門外不出の一子相伝で伝える語り部の W 氏。 W 氏は司馬遼太郎の産経新聞社記者時代の同僚である。出雲に取材に出かけた時、なぜ私に声をかけてくれなかった、一緒に行けばもっと事情がよくわかったのにと意味深な発言をし、何の事情かと聞くと、事情だ、出雲には秘密の事情があるとだけ言って急に表情を変えた。 W 氏は固い口を開き、語り部のことを話し始める。家系は神代から続き、語り部の姓を残してきた。語り部は一族のうちから記憶力が強く、家系に興味を持つ者が幼少の頃に選ばれ、当代の語り部から長い歳月をかけ、一家の九字伝承を細かしく語り継がれるというのである。ある部分は他に漏らしてよく、ある部分は漏らしてはいけない、当代の語り部こそ W 氏だった。そしてすでに子孫のうちの一人が選ばれ、語りを伝え始めているという。古事記にも出雲不動記にも出てこない重要な事項があるが、それについては何も言えないと言った。話を変え、あなたのご先祖は何という名の御事ですかと W 氏に質問した。私のですかと少し微笑み、長い時間私を見つめていたが、やがて大国主の御事ですと言った。この生きている出雲王朝を読んだ時、古事記にも出雲不動記にも出てこない重要な事項とは一体何なんだろうと長年もやっとしていた。この時このもやが晴れる日が来るとは思いもよらなかった。伝承の日本史出雲と蘇我王国2012年11月15日初版発行の冒頭で、作者である佐伯雲秀氏の父正雄氏のことが語られる。父正雄は産経新聞の記者であり、大阪の新淀川右岸にある浄水場近くの家から通っていた。司馬遼太郎は記者時代の同僚で、生きている出雲王朝に登場する W 氏が父である。 W 氏は語り部と紹介されているが、父はこれを好まなかった。語り部とは身分違いであり、伝承は比較にならないほど正確なものだと話していたのだ。当家は向井家といい、後に出雲家や富家と呼ばれるようになる。この時点で長年のもやが晴れる期待感が大きく膨れ上がった。向井家はいわゆる古代出雲の王族である。吉田太陽の著書謎の出雲帝国についても、危機がシュメール語で記されているという内容に父の言葉が織り交ぜて説明されており、真実の日本史のためにはマイナスだったと幻滅していた。この理由も本文で明かされていきます。正雄氏はその後重役にまで上り詰めた新聞社を退職し、京都の大学で国文学の講師を務められ、出雲古代史の本を出版されますが、書店に並んだ途端に本が消える事件が発生します。出版社の在庫と合わせ、すべての本と原稿が誰かに買い取られ焼却されてしまったのだそうです。それほどまでに誰かにとって不都合な内容だったと言わざるを得ない事件です。1989年、正雄氏は真実の出雲史を普及させてくれと言い残し他界されました。ご尊父の遺志を受け継ぎ、自身で出版社を立ち上げ、2007年に出雲と大和のあけぼのを佐伯雲秀のペンネームで出版。常識と真実が大きく乖離する内容だったが、遺説の中の真実を見抜く読者が少なからずいる手応えを感じ、その後も出雲の真実を伝えるため執筆を続けられます。
2012年11月15日、伝承の日本史、出雲と蘇我王国で補足した内容が加えられ、2019年3月20日、出雲と大和の曙の改訂版ともいえる、出雲王国と天皇政権、出雲王国と大和政権が出版されました。時代と若い世代を意識してか、横書きになっており、各章ごとに整理され、こちらが一番読みやすく、情報が豊富になっています。伝承の日本史、出雲と蘇我王国、出雲王国と天皇政権。この本を購入したきっかけは、崇拝する大神神社をもっと知りたいという欲求でした。大神神社の御祭神は、大物主の狼、廃止として大名持の神と少な彦名の神が祀られます。御祭神の大物主の狼と大名持の神は大国主ではないのか、素朴な疑問が始まりでした。大神神社のご由緒からも、古事記によれば大物主の狼が出雲の大国主の神の前に現れ、国づくりを成就させるために我を場、和の青垣、東の山の上に付き祀れと三輪山に祀られることを望んだとあります。日本書紀では大名持の神の別名、大名持の神の先見玉串見玉であり、古事記同様に三輪山に静まることを望まれました。大物主の狼は大神神社のオリジナルなのか否か、さらに大名持の神は大国主と同一神と解され、別名がこのようにたくさんあり、さらに神仏集合で大黒天、大黒様と集合されています。大物主の由緒は不明瞭であり、他の神と同定すべきか否かについて古来見解が分かれているのが現状です。出雲口伝と呼ばれる向井家の口伝はあくまでも向井家、富家の伝承ではありますが、大国主、琴城主、少な彦名、この謎についてシンプルな答えを示しています。さらに賑早日、友人信仰、宗像三女神、この神社の天部家、尾張、吉備、吉備とは全く違う内容で半信半疑ですが、すべてのモヤモヤが消し去られました。まずは出雲口伝を理解し、次に吉備でなぜそのように表したのかという段階に入りました。すべてを鵜呑みにする必要はないと思います。いや、これが真実なんだとするのもよし、出雲口伝ではそう伝わっているんだという捉え方でも良いと思います。肝心なのはまずは自身の考察に当てはめて検討することだと考えています。いわゆる歴史は勝者によって書かれる、イギリスの首相を務めたウィンストン・チャーチルの言葉です。片側の意見を鵜呑みにしていては真実にはたどり着けない、だが知らぬが仏という言葉もある。敗者の歴史観を知ることは痛みを伴うことがあります。つまり真実から目を背けない勇気が必要となります。ある宮司様に話を伺った際に、それを明らかにしてどうするのですか、あえて明らかにしないで守り続けていることもあるんですよ、別の宮司様がおっしゃった。ことあげせず思い出しました。神は何もおっしゃいませんが、わかる時が来ればわかるようになるのですよ。真実を追求してどうなるのだと、私は神旅を続けるかどうか真剣に悩みました。それからは救っては没、救っては没を繰り返し、その言葉に向き合う日々が続きました。このままでは投稿がおぼつかないので、完成された動画を投稿する前に事前調査の段階を動画にできないものかと試行錯誤を繰り返し、まずは学ぶことから始めようという結論に至りました。答えになっていないことは承知しています。とにかく勉強していこう、そう思ってたくさんの本を買い、図書館で大きなリュックにいっぱい何度も本を借りました。そうすることで答えが見つかると信じて、今も答えにたどり着けていませんが、作品を作っていく過程を動画投稿していこうと思います。神旅では危機では表されない各地方で残される神話や情報を神語りと称し、
日本の心を皆様へお届けし、真実への判断となる情報を共有することをコンセプトにしています。大神神社がきっかけで始まった我が国をもっと知りたいと思う気持ちに嘘はつけません。こうして動画投稿しているということは続けていくということなんだと理解しています。まずは出雲口伝から始めます。伝承の日本史、出雲と蘇我王国、出雲王国と天皇政権、この2冊の本を参考に次回の動画から出雲口伝を一つずつ理解していきたいと思います。神旅にご一緒いただければ幸いです。